愛は泣いたらえな小さく「私たちの分まで」
れた日は始まりだった場所、こうして雨を見ると飛び出す。あの時触れた優しさ、この空の恵みが出会いを生まれた子猫たち、枯れないでいるはず。見つけたらまた優しく声をかけてあげてね。Oh, oh, 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 oh
は規律なく国へ故障体一緒に楽しめるように、一応なんかいろんな振りだったり、ありますけど、好きなように自分らしく今日は楽しんで、たまった鬱憤を吐き出して帰ろうぜ。Oh, you are
し僕に伝えられる声があるなら眠る前に君に渡すには今を伝えるのがメールだけじゃ足りない場合に喉の奥君への想いを詰め込んだI'm not afraid to die.
隙間は終わりでしょうか。 I'm ready now 君の脳を表してあげましょう。 Hijack sweet word 離するから何とかの抽象 Is that discussion 集合者はご都合によりお見えにならないのですね。セノワードをサンプサンプすればたちまち君をハイジャックエンタゴン背後からナイフレッドでの予告 Is that discussion お顔は見えないですから心ゆくまでご自由にどうぞ。今の自分を I don't know how to feel
つものように弟子へささやく結成されて初めて作った心の叫び、このバラードを聴いてください。透明なカゴ。
透明なカゴの中で僕は翼を探し飛べる日がいつか来るだろうと思い込んでそれを見たい
街は僕らに何万もの夢という光をくれます。そして見上げれば舞い降りる白い雪、幸せは当たり前のようにそこら中に広がっています。聞いてください、一人きりのクリスマス。夜露とため息で雲を割った窓を指でこすった。Yeah!
Landlight, I'm
たいけど、マイクリスマス、マイクリスマスチューン。
知らせるのは特技じゃない、だけど時々すれ違う、さよならをつける頃
Thank you.
最終感情人バックで最高に結束を変えちゃうのブームスクは最高傑作ハードトラスアートが降って眠る気さ与えてくれない画面の隅に小さく無事になりたいチカチカつけろ涙未来は不気味な意味のいらないだったとは耐え込む愛せぬ数だけ縛られたるこの僕それやかん若のままに生まれた時からそこまで腐って手足が合うの自由やつからそれじゃあ待っていく世界がだんだん大人の汚らを知って共には暗闘してみるけど言うことしかないこれもショック Time, time, time 夢見た未来ある君な君の見えないだけだとは Watch 耐え込む愛せぬ数だけ縛られた理想さあ来るふさげんから進みなさい Go now 山岳 Go now 鉄を Go now 遊びにやめて吐く吐く Go now 山岳 Go now 鉄を Go now 恋のバイサースカラのみでも Go now 山岳 Go now 鉄を Go now 絶対そうか Go now この秘密がだ遠くに火をかけて鉄を忘れてた
時の中愛し失いない。人はなぜ人
コールありがとう。じゃあここで一曲演歌でも行こうかな。メジャーデビューとは実は僕の演歌デビューだったりして、あなたを追って出雲崎まるで海夕明け、まずまあこれは冗談として、本当にさ、昨日の夜マジで寝れなくて、全然でも緊張してなかったんだ。本当に今日はもうみんなと一緒に楽しむために、もう楽しみ楽しみっていう気持ちが先行しててさ、だったんだけど、いろんな人からやっぱりさ、関係者の方からメールがこう来るわけですよ。明日頑張ってね、そう頑張ってねっていうのが、なんかやったら頑張ってねっていうメールが多かったから、俺はやっとそこで明日の今日のことの重大さに気づいて、ああ心臓バクバクって、ああね、でも本当にずっと緊張してたけどさ、やっぱりライブ始まっちゃうと、まあ最初緊張してたけど、本当にみんなの笑顔を見れて、心がなんか溶けていくような感じでした。ありがとうございます。じゃあちょっとさ、アンコールなんで、ちょメンバー一人ずつ呼んでさ、ちょっと喋ってもらおうかなと思ってんだけどね、やっぱり俺の神々の MC だけでさ、やっぱ嫌でしょ君たちも。いいの？ああ、ぶっちゃけさ、喋ると噛むから喋りたくないんだよね、俺。なんで、メンバーに喋ってもらおうかなと思いまして、じゃあちょっと、呼びたいと思います。じゃあまず最初は誰からいくかな。なに、いきなり重鎮からいくのやめようぜ。じゃあまずは、ビドールの迷惑野郎から呼んでみよう。ゲル、迷惑野郎です。 A ひどくない？いやだって自分でブログのタイトルが迷惑承知って書いたんじゃない。座右の銘。え、俺の座右の銘、うん、ちょっと MC 完璧なんでしょ。誰、何 MC 完璧な獣医さん助けて。いやいや俺も困ってんだけど。何ほら、なんかガツンと、ほらこいつらにガツンと、ガツン。ありがとうございます。今日は本当に来てくれてどうもありがとう。この東京マイム成功したのはみんなのおかげです。本当どうもありがとう。ちょ、なんで回る必要があるの。いや回んねえと噛んじゃう。マジで。はい、じゃあ次誰呼ぼうかな。いや次は誰呼ぼうかな。なんだよ、ついてくんだよ。なんだよ、影踏めな。はい、どうしような、誰呼ぼうかな。
もうじゃあ行っとくか。フィノールの重鎮、重鎮です。本当にね、北海道から、ね、上京してもう7年経って、本当にね、今日ほどね、本当にこんなに嬉しいことは本当にございません。本当になんか日本語おかしかったかもしれないけど、とりあえず本当にね、こんなにたくさんみんな来てくれて本当に今日はありがとうございます。喋るネタがないな、もう帰れよ。帰れ。ひどいなそれ、最後の映画ね。いやでも本当にね、こんなね、みんなね、そんなね、テロじゃなくて重鎮って呼んでくれてね、最後の最後にね、本当にね、ありがとうございます。今年はいい重鎮で終わりました。来年もいい重鎮でいたいです。みんなよろしく。ありがとう。はい、じゃあ次は、ビノールのイケメン、チュー。ごめん、ちょ、声が低くしちゃった。こんばんは。みんな楽しんでますか？俺ね、昨日の夜からすごい楽しみにしててね、なんか夜次の日に持っていくものの準備とかするでしょ、明日何持っていこうみたいな。で、絶対おじゅいが泣くから、なんかハンカチとか持ってきた方がいいのかなとか思って。何を言ってるんじゃい。でもね、楽屋だとね、あの男泣かないから、ライブ中だなと思って一応ちゃんと持ってきた。だから泣いたらみんなこうやって教えて。いや、気づかない。俺が泣いたらみんな笑うじゃん。そしたらじゃあ、まあみんな最後まで楽しんでいってください。なんか泣くとか今思い出したらちょっと泣きそうになってきた。はい、いやビノールのリーダー、リーダー、やべですね。こんばんは皆さん。いや、ビドール本当に、7年8年やってきました。昨日僕はもう緊張してですね、まあ、今日という日を迎えたわけなんですけれども、久しぶりに、まあ、過去の自分たちの作品とかをね、まあ、今日懐かしい曲とかもいっぱいやってたんですけれども、こう見てたんですよ CD とか、まあ、古い CD のジャケットとか見てるとですね、まあ、ジュリーさんが顔半分血だらけだったり、まあなんかテロ君なんかね、まあ、メガネが半分割れてたりとかしてね、いや本当なんかもうなんかね、見てて親心みたいな、なんかかわいそうな、ここまでしないといけないのがビジュアル系みたいな、すごいいろいろね、複雑な思いをね抱きながら、まあ、僕もこうやってね、ロリータとかやってるわけなんですけれども、いやね、本当に、ね、ちょっと今日は本当昨日からっていうか、もうね、インディーズラストライブが決まってからなんですけれども、僕は本当にここで一言言いたかったんです。はい、まあね、7年8年やってきましたけれども、今
まあね、都合とかでここに来れなかったビドールのファンのみんな、そしてここまで支えてくれた関係者の皆さん、そして一番言いたいのはあなたたち、今日ここに来て、チケットを買ってわざわざこのインディーズラストライブを見に来てくれた皆さん、本当にありがとう。はい、じゃあ最後に俺から、ね、今日俺初めて口にする言葉だけど、今日はね、みんなも知ってる通りインディーズラストワンマンライブ、でもラストっていうその言葉にとらわれずに、もう今日っていう日を楽しみたい、その一心で俺たちこの5人一生懸命今日までリハーサルしてきました。決して5人といっても5人だけでビドールというものが成り立っているわけではなくて、俺たちを陰で支えてくれるスタッフ、関係者、そして君たち、そのたくさんのね、人に支えられて俺たちは今こうして楽しいことをすることができます。結成から今までもう終わりかもしれないと思った時も何度かあったけど、その度に君たちの声援を聞いて乗り越えくることができました。これからメジャーに行って、またさらにさ、紆余曲折、いろんな苦難が待ち構えていると思うけど、でも君たちその一人一人の声を頼りに、俺たちはこれからも何も変わらずに好きな音を奏でていこうかなと思ってます。本当に君たちには本当に感謝の気持ちでいっぱいなんだけど、まだありがとうっては言いません。そのありがとうの言葉の代わりに、もっともっとでっかいところに連れてって高みを目指して頑張ることが恩返しだと思っています。次の曲、愛を込めて聴いてください。ラストラバーズ。口の中に含んだ氷はみるみると溶けて、耳の奥の方まで染み込んで、熱はそれでも下がりそうにない、誰かさを思うと胸がキュッとなる、さざわと降り注ぐ雨に
絆で乗り越えた。たとえ愛し合う恋がこの世から禁じられたってずっと君のそばにいたい。神様もしも出会うことがただの偶然だったならば、そんなから授かった最高の贈り物、互いに決してその手を合わせないで、小さな水もの誓おう。小さないつもの太陽肩を抱いたより、それでも僕は君、君は僕を最後と誓おう。
18日パズルリングというタイトルでメジャーデビューします。そして3月にはアルバムも決まったんで、まだこれからもよろしくな。